何するにも強いねん。でまずないがないねん。うまいのないこともないねん。だからもうなくなったなって言ったら街に行くってこともないの。だからアムステルダムは処方箋みたいな感じ。フリーや処方箋とかじゃなくても普通になお菓子売ってる感覚で売ってんねん。ケーキとかにしたら、うん、そうそうそう、だって俺ら朝からケーキ食ってたもんな。でもそんなやつは向こうにいい、ね、俺とこいちゃんこんな袋にうわ赤いね、うわ配っとったけど、ま、俺とジャグの初心取られまくりや、やばいやつおるやんみたいな感じで、マックも下手やし気絶してるやつとかおったやな、コーヒーショップでバダーンみたいな。多分観光できて普段座んねんけど接客やし吸おうかなみたいなんでどこどこコーヒーショップ行ってもイエジャパニーズナンバーワンスモーカー言ったもんな。イエー言われてた。いや、うーみたいな。でも買う量が買う量がもうはい、これも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 見せろみたいな。よくないやつをいらんくんで最後ケーキ中とか言うねんてんみたいなでも俺ら多分このメンツでパンって言っても誰も倒れへん。なんもそう40ユーロとかだからこっちで言ったら5000円ぐらい。やばいな、レベルちゃうな。バラの味みたいな。あれよすれなんかよだれてたな。ジェラートとかもあるんですか。あるある、スキトルスラッシャーベット。でもまあカリフォルニアのやつや、だからアムステルダムのシットではない。あ、輸入もない、輸入もない、だからめっちゃ高い。アムスシットはほんまに商品こっちのやつと変わらへん、マジで。用途によって種類いっぱいあって選べんねんけど幸いは禁止やねん、アムス。多分マフィアが牛耳ってて栽培させてて、それをコーヒーショップに売りに行くらしいんだけど、栽培していいのは1人5株まで。5株であんな毎日コーヒーショップもあるわけないやん。だから絶対そういうマフィアとか関連ってやるんだけど、だから大々的に栽培できんからあのレベルなんかな。